瀬戸内千恵さん、感謝します。おさふねからの情報がなければ我々は次の行き先も決まらないまま、無意にいつまでも伊豆で足踏みを続けるしかありませんでした。堅苦しいわね、ミリアさん。仲間でしょ。せめて私たちの中だけでも情報の共有はしないとね。とはいえちょっと不安よね。おさふねの情報部が持ってきた情報だから大外れっていうのは考えにくいのだけれど。でもジーネ、ここって普通に駅前は発達してるし、すぐ向こうには高層マンションがいっぱいあるし、赤羽灯を撒いてるのが誰かなんてさ、そんな重要な手がかりを知ってる人が本当にこんなところにいるのかな。あ、帰りに駅中でケーキ買っていい？みほのちゃん、観光じゃないのよ。でもそうよね、こうあまりにも静かだと情報を持ってきた身としても少しばかり不安になるわね。いえ、不安に思う必要はないかと思います。東京都北区赤羽、ここは戦後日本が占領下にあった頃、米軍の陸軍兵器補給省の存在した場所です。米軍が国外に持ち出そうとして横浜沖に没するまで、赤羽島はこの地に保管されていました。故に文字通り赤羽島は赤羽島とそう呼ばれています。つまりここは赤羽島の故郷なのですから、むしろ何の関係もないと考える方が不自然でしょう。そうね、そう考えると私たちが今いる遊歩道もなんだか敵の居場所に誘われてる一本道みたいな、そんな気さえするわね。それもあながち間違いではないかと。ここには当時九段の陸軍兵器補給省へと向かう弾薬運搬用の鉄路が走っていたそうですから。あ、そうか、だから遊歩道に線路っぽい形にタイルが埋まってるんだ。本当ですね、全然気がつきませんでした。だからって別にこの先に行けば荒玉をぶっ倒せるってわけでもねえんだろ。そりゃあまあ情報を知ってるっていう人に会いに行くだけだしね。なんで荒玉こんなところにまで。なんだよ、ちゃんといるじゃねえか。ちょ、幸福さん待って。荒玉ちゃんたち愛してるぜ。ありがとう。行くぜ、愛しの荒玉ちゃん。荒玉がどういうことでしょうか。いや、でもこの数はまさか。調査隊聞け、これから会いに行く人物が赤羽島を所持しているとすれば、それを狙った荒玉に襲われている可能性がある。そうでなくても立ち止まっていては我々も危険だ。先を急ぎ、一刻も早く九段の人物に接触、保護する。荒玉ちゃんたち愛してるぜ。全て私には見えているぞ。切り込む。取った。あたしは絶対死なねえ。判断を誤ったか。行くぜ、愛しの荒玉ちゃん。ほらよ、愛して
するぜ。あー、すっげー楽しかったぜ。敵の数が想定よりはるかに多いようですね。しかも進むにつれて密度と圧が上がってきています。そうね、確かに想定していたよりも多いみたい。これはどうも話が違うわね。誘われているような気もしますが、どちらにしろ時間的な猶予はあまりないでしょう。一刻も早くここを突破しましょう。感覚を研ぎ澄ませ、キトラ見るよ。朝倉美穂の息遣い、娘清香の見解、瀬戸内知恵の迷い、七の里小吹の突発的な挙動まで、陣形を決める要は荒玉とミリア突出する七の里小吹。彼女の挙動に合わせ柔軟に他の三人を配置し、彼女を頂点とするくさびをなすのがこの調査隊の運用の形。瀬戸内知恵、都知としての安定感もさることながら、精神面での支柱として欠かすことができない。正直、下を支える彼女なしではこの舞台は破綻します。伊豆で目にした通り、娘清香の実力は折り紙付きです。お刀のリーチと彼女の性質ゆえ前衛こそ望めませんが、自身を守るだけならば手放しでいいでしょう。最も読めないのはやはり朝倉美穂のですか。彼女は立ち回りも技術も全てが不安定で、実力すら瞬間ごとに変わってしまい測ることができない。それこそ達人の域を超える立ち回りをする瞬間がある反面、気持ちだけが空回りするかのように凡客の腕前にしか見えないことする。朝倉美穂のと彼女を昔から知る瀬戸内知恵はあれを集中力の問題だと思っているようですが、私にはとてもそれだけとは思えない。彼女に何があるのか、せめて原因さえ分かれば対処の方法もあるのですが、しかし今回の調査隊という枠組みはどうにも不可解です。あまりにも癖の強すぎるメンバーもそうですし、彼女たちの背後に見え隠れする各校の学長の思惑しかり、総楽柚木学長もなぜどのような根拠を持って手がかりのない南無薬師影光の捜索を最優先事項として私に命じているのか。いえ、総楽学長には何らかの考えがあるはずです。私はただ与えられた使命をこなすことが任務、それが今の私の役目なのですから。私は嘘つきだ。私は この遊歩道が導く先に何があるかを知っている。知っていて目的のためにみんなを危険の待つだろう場所へと向かわせようとしている。長船女学園のその裏に存在する組織、木佐ご当主、つまり折紙ゆかりに反旗を翻すべく結成され組織されたレジスタンス。私はその一員として組織のためにこの調査隊を利用しているのだから、だからそのために今みんなに嘘をついて、いや違う、そうじゃない、私は初めから嘘つきだった。そう、初めから。御前試合本戦の前日、美濃関へ行ったのも、
本当はミホノちゃんに会うためではなくて、オサフネのマニワサナ学長からの密書を、ミノセキのハシマエマ学長に届ける役目があったからで、それなのについ、懐かしくて、懐かしいというだけで、ミホノちゃんに会いに行ってしまい、そのせいで、調査隊にミホノちゃんを巻き込むことになってしまった。みんなは知らない。私だけでなく、青戸館の幼児さんとひなさんが、モクサであることも、エレンさんとカオルさんが、モクサの一員であることも、ミホノちゃんは知らない。私が、マニワサナ学長の密使として、オサフネとミノセキを行き来していたことも、ミノセキのハシマエマ学長とは、顔見知りであったことも、それどころか、初めから調査隊の一員となるため、私が鎌倉に送り込まれていたということも、こうして、秘密が嘘になり、嘘が次の嘘を生んで、その嘘が次の嘘を呼んで、今、私の体は嘘にまみれている。それでも、一つだけ本当がある。私のせいで、もう誰かを傷つけたくないという、そんな願い。最初の本当にだけは、嘘をつきたくないという思い。私は、ミホノちゃんを巻き込んでしまった。ならば私が、ミホノちゃんを守らなくてはならない。だって私は、ミホノちゃんのお姉さんなのだから。だから、絶対に。ちーねえ、どうしたの？急に。大丈夫？ううん、なんでもないの。ミホノちゃんは、お姉さんを信じていればいいんです。何それ変なちーねえ。そんなの、信じてるに決まってるじゃん。私だけじゃないよ。キヨカも、ミルヤさんも、きっとコフキさんだって、ちーねえのこと、お姉ちゃんだって思ってる。みんな、ちーねえのこと、信じてるよ。みんな？はい、みんなです。瀬戸内さんは、みんなのお姉さんですから。そうね。ありがとう、二人とも。さあ、先を急ぎましょう。